はいどうも、野草研究所です。皆さん、冬の野菜と聞いたら何が思いつきますか？白菜、カブ、ネギ、あとはそう、大根ですよね。今日は野生の大根、浜大根を引っこ抜いてお漬物のハリハリ漬けをやってみます。非常時でも冬を越せる知識をつければ、今日から皆さんも立派な野草研究所員です。それでは早速やってみましょう。こちらが海辺に生えていた野生の浜大根です。浜大根はアブラナ科大根属の越年草で、古くに大陸から渡来した奇化植物です。その名の通り、本来は浜辺の砂地や草地によく生えている植物ですが、種を鳥が運ぶことで内陸でも河原なんかに群生していることがあります。白と紫の綺麗な花は3月から6月が見頃で、このつぼみも食べられます。そして葉っぱは皆さんが普段食べている大根そのままの形で、もちろんこれも食べられます。この鳥の羽みたいな葉のつき方で見分けましょう。河原だと西洋カラシナもいるので、これと間違えやすいですが、西洋カラシナは浜大根より葉っぱがくしゃっとしていて、ギザギザが多いです。根っこも浜大根より細いので、抜けばすぐに分かります。まあカラシナも同じ油中で食えるので、間違えても問題はありません。でもやっぱり浜大根の方が直感的に美味しそうな見た目です。それでは採取していきましょう。これ本当に野生なのってくらい普通に大根です。こっちは大物ですよ。マンドラゴラみたいですね。可愛い子が取れました。ということで今回の取れ高です。大根は抜けると根っこから葉っぱに栄養がいっちゃうので、この状態で持ち運びます。マンドラゴラくんもすっきり刈り上げました。これが雑草だなんて信じられません。無料農園ですね。ちなみに冬のビーチって本当に誰もいません。一人ぼっちで雑草を抜くの超楽しいです。それでは持ち帰った浜大根たちを洗ってきれいにしましょう。マンドラゴラもヘアカットの後のシャワーが気持ちよさそうです。続いて葉の付け根を切り落とし、ピーラーで皮を剥いていきます。それではマンドラゴラの見た目ともここでお別れです。ということで解体後の浜大根です。厚さ 1.5 センチくらいの板状にカットしていきます。栽培種の大根と違って内部が黒ずんでいるのが特徴的です。続いて乾燥工程に移ります。乾燥ネットにカットした浜大根を入れて1週間天日干しにしていきます。それでは楽しみに待ちましょう。いい天気が続きますように。カラカラになりました。素晴らしい保存食の完成です。きな臭いので熱湯で1分程度表面処理をしておきます。続いて漬けだれの準備です。まずは唐辛子2本を輪切り、生姜1かけを千切りにしておきます。鍋に醤油 200g、 みりん 40g、 お酢 50g、 砂糖 40g、 だし昆布約 10g を入れて1時間以上戻します。昆布から旨味を抽出している間に、干した浜大根をお漬物の大きさにカットしておきましょう。そしたら漬けだれの入った鍋を火にかけていきます。昆布は沸騰する直前に取り出しましょう。取り出した昆布は細く切っておきます。保存容器にカットした浜大根と生姜、唐辛子を入れて、さらに浜大根で覆います。あ、昆布忘れてました。ちょっと混ぜておきましょう。そしたら沸騰した状態の熱々だれを投入です。全体が浸かるようになじませて常温まで冷ましたら、冷蔵庫で一晩寝かせて完成です。いただきます。うん、よく使っておる。栽培種の大根より辛みが強いので、これは大人の味わいですね。甘みのある漬けだれとよくマッチしています。そうだ、あれを忘れていました。日本に生まれて本当に良かった。濃い漬けだれの味と浜大根のコリコリ食感が白米を飲み物に変えちゃってますね。お箸が止まりません。
浜大根の根にはビタミン C やカルシウム、鉄分や食物繊維が含まれており、成長や免疫力の向上に効果があります。また辛味成分のイソチオシアネートには殺菌作用や抗酸化作用があるので、動脈硬化の予防や抗がん作用にも期待できそうですね。さっき少し話をしましたが、浜大根は葉っぱも花も食べられるほか、種もまだ固くなる前の鞘の状態が美味しいという、まさに前草が利用できる素晴らしい野草です。暖かくなってきたら葉っぱの料理や種の料理もアップしますね。今日のレシピは市販の大根でも使えるので、興味のある方はぜひチャレンジしてみてください。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。浜大根のハリハリ漬けいかがでしたか？日本中の海岸に自生しているし、冬に採れて干せば保存食にもできるなんて、サバイバル術としても知っておいて損はない食材ですよね。他にも面白い使い方をご存知の方がいたらコメントお待ちしています。もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。